よし、新しい最新話が来たので、新しい最新話、古い最新話ないんですけど、急な呼び出し。でもグローバルアンキのモットーって急な呼び出しのイメージあるな。急な呼び出しをスローガンにしてるイメージある。よし、今日は急な呼び出しするぞ。羊たちをどうしても急な呼び出しをしなきゃいけないんだ。1日1回ノルマにしてる。ふふ、急に声をかけてごめんなさい。全然いいですよ。この温泉入ります、一緒に。水に濡れる青い髪があっても美しかったものですから、つい。おお、したたか。私だったら、うわ、髪青い、すごい、髪青い、青いよ、この人、髪青いって言っちゃう。あら、あなた、その仮面と義手。そうだ、今、義手義手してる。てか、お母さんじゃないよね。どうされたの？怪我でもされたのかしら？これは、探ってるの？意図的に、わざと質問してる。愚問ってやつ、これ。あ、ボスッキー。ママン。うん。やはり似ている。だが、こうして対面してみると、やはり母さんとは別人だということがはっきりとわかる。なんで？うなじの形？何？唾液の分泌量？ああ。確かに、目鼻立ちの特徴はそっくりだが、それだけだ。でもボスッキーに似てるってことは、ごくごくごく美人だよね。ちそれだけなのにどうも気に食わねえ。でも母親の顔が見ず知らずの人についてるって違和感あるわ。確かにアンパンマンじゃねえんだから。これ無礼者、奥様の質問を無視するとは何事か。奥様、こちらにおわすお方をどなたと心得る。恐れ多くも、セーラン様の第一夫人、第85夫人もいる？もしかして。おやめなさい。無礼な質問をしたのは私の方よ。否定はしない。ごめん、遊ばせ。初対面の方に失礼なことを伺ってしまいましたわね。ここで下手に喋ると、首切られるから、ボスッキー静かにしなよ。ですが、お気を悪くなされないで。決して興味本位で聞いたわけではありませんよ。意図的じゃん、じゃあ。意図があるよね。その仮面と義手がとても美しくて、それでつい聞いてしまったのですわ。義手、義手。なんで？何？義手がメイン義手？あら、これってつまり興味本位ですわね。なんかすごくさ、なんか、惑わされてるよね。ふふ、失礼しました。私、美しいものには目がありませんの。目がないんだ。美しい人は美しいもの好き。でも、自分の美を磨いてるからこそ、周りの美が余計に視線が行くことはあるかもね。ボスッキー。声まで似てやがる。なんで？微生物の寄生虫がお母さんの肉体を、もう無数の寄生虫が細胞まで入ってって、で母親を動かしてる。ちこいつを見ていると昔の記憶が嫌でも蘇ってくる。待って、ちょっと待って、これ天使じゃない？あれ、プライスレス、ハーレスの妹。これ、天使じゃないの？死体を操作してるんじゃないの？あら、私ったらまだ名前すら申し上げてなかったわね。ファリンって出てるよ。私はファリン。セーラン家の当主の妻ですわ。お妻様だ。ひょっとしてあなたは、悪魔執事では？いいえ。第83、ご婦人でございます。第85婦人のボスキだ。うん、確かにそうだが、ああやっぱりそうだと思いましたわ。なんで？なんで知ってる？何が楽しい？髪だけでなくお顔立ちも大変美しく現れるのですから、噂以上ね。ボスッキー、そんな顔を話題になったことないよ、なかなか。まあ男だらけの城に住んでるっていうのもあるけど、
かっこいいんだよボスキー。でもあんまり触れられなかったよね今まで顔立ちについては。おいおい気色の悪いことを言わないでくれ。もうボスキーがこういうタイプだからね。ね、うわ顔イケメンだねとか言われてもうるせえとしか返ってきなさそうだけど。なんと無礼な。事情をちょっと静かにして退場。打ち首じゃそこに直れ。おやめなさいと言ってるでしょ。私は気にしてないわ。え、なんでこのファリン様は器が大きいんですか。ふふ簡単にこびへつらわないところもまた素敵よ。え、何を、え、これ絶対死体操作してるって。そんな殿方を思いのままにできるなんて悪魔羊の主の方が羨ましいわ。え、目つけてるよね。俺は目がないくせに目つけてる。悪いな、俺は仕事できてるんだ。他に用がないなら俺は戻らせてもらう。え、すごく意味深。あら残念、お茶でもご一緒したかったのに。お茶、うわなんか芯の部分お茶を濁らされてる。今度お時間があるときにまたお誘いしてもよろしいかしら。え、だってまだ出会って1分ですよ。うん、断る。俺は主様の執事なんでな。え、でも気にならない正体。他の誰の命令も聞きはねえよ。おー、ボスキー。え、別に命令するつもりはないのだけれど。でも分かりましたわ。あなたをお茶に誘うのは諦めましょう。諦めてくれた。うわ、よかった。他のそのときめきメモリアルっていうゲームでカフェに誘いまくってもう私断り続けただよね。相手がね、相手に断られ続けたからお誘いを断られる気持ちはわかるよ。ファリン様、その代わりお名前だけでも伺ってよろしいかしら。え、うん、いいだろう。ただしその前に一つだけ聞かせてくれ。何？ええ、いいわよ。何かしら。なあ、あんたの出身地だがここから少し東の山間の地方じゃねえか。え、あら、よくご存知ですよね。なんで？え、母親の出生地なの？そこから青蘭家に嫁いでまいりましたの。それが何か。え、待って、いや何パターンかありえる。死体以外にも母親の妹とか兄弟がいて、でその兄弟がまた別の家庭を築いていって、でこの今目の前にいるのがその血を継いだ子孫っていうパターンもあるよね。うん、いや何でもねえ。ボスッキー、なんかいろんなパターン考えられる。じゃあな、お茶な。さあさあさあ、うわ。え、ローラースケートで行けばよかったのに。ローラーシューズか。お名前を教えてくれませんでしたわ。おっと、詐欺だ詐欺。奥様、あのような無礼なもの見たことがありません。君の世界は狭いな。ちょっと顔がいいからっていい気になって。いや違う、顔がいいとか関係ないんだよボスッキー。顔が悪くてもああいう態度だと思うボスッキーは。たまたま顔が良かっただけで。わめかないの、むしろ面白くなってきたわ。ふふ、これは改めてお茶会の用意をしなくてはね。よくボスッキー、ボスッキーってそもそも確実にリーダータイプだから人の下につくようなタイプじゃないと思うんだけどさ、よくグロバナー家で働いてくれてるよね。お茶会？まさかまたあの無礼な男を招待するのですか。無礼な男、ブレーメンの音楽隊ね。いいえ、それではきっと断られてしまうわ。分かってるんだ、学んでる。 AI だ AI だから来ざるを得ないよう仕向ければいい。なんでそんなに誘いたいの。そんなに面食いか。ふふ、例の貴族さらいのせいで屋敷からは出られませんけど、しばらくは退屈せずに済みそうに。なになになに、だってご婦人は
ご主人がいるんでしょ、第一夫人でしょ、セカンドファミリーじゃないじゃん。え、大丈夫なのこれ。警備責任者との話し合いを終え、執事たちと一緒に貴賓室でくつろいでると、うわいいな、中庭っていいよね、なんか中庭ってすごいいいな。セイラン家の侍従が俺たちを呼びに来た。何でも当主から食堂で大事な話があるという。大事な話何？なんだろう、ポケットモンスターの発売日かな。急に呼ばれるなんて一体何の用でしょう。わからない、なんだろうね。バスキさん、当主の椅子で居眠りとかしないそうだね。ボスッキーは起きるよ、 50% の確率で。はあ、バカ言え、まだしてねえよ、まだだって。じゃあするとか言って予言して、ちょっと予告してほしいな。まだまだ、はい、とにかく行くだけ行ってみましょう。はい、そうだね、大事な話ってなんだろう、ちょっと怖いね、大事な話って。大事な話っていうときは大体いいことないからな。何事かと思い、羊たちと一緒に食堂へ行ってみると、食堂なのここ。え、そこに当主の姿はなく、代わりに先ほど見た貴婦人が出迎えてくれた。なんで？ごきげんよう皆様、よくぞいらしてくださいました。え、いつからご主人になったの？トランスジェンダーの方？うん。あんたは騙されたか？え、今日は皆様のために美しいお茶を用意しましたの。え、ファリン様なんかグイグイ来るね。ささやかではありますけど、どうかゆっくりとおくつろぎくださいな。いや、これ天使側だったら全てが辻褄合うんだよね。でも食堂では豪華なお茶会の準備がすでに整っている。貴婦人が合図をすると、侍従や侍女たちは速やかに部屋から退散した。いや、ボスッキーを誘って、で羊たちを一人一人やりに来てるとしたら、すごく辻褄合うんだよ。あれ、お茶会っすか？お茶会。しかし俺たちは当主様から話があると伺ったのですが。え、飲みながら喋れってこと？ふふ、ごめんなさい、それは嘘なの。嘘つき、エイプリル女、アフール女。お茶会に誘いたいと言うと、ひょっとしたら遠慮されるんじゃないかと思って。よくわかってますね。あなたが悪魔羊の主ね。お目にかかれて光栄です。あ、ファリン様、ありがとうございます。私も光栄でございますわ。私はセイランの妻ファリン、どうぞお見知りおきを。はあ、人の妻だ。あ、はじめまして、人の妻さん。え、そんなに緊張しなくても大丈夫よ。本当にゲップしてもいいのかな。ゲップで空飛べるかな、このご婦人。私は今でこそセイラン家の第一夫人という肩書きですけど、もともとは山間地方の小さな貴族の出ですから、堅苦しいのは苦手なのよ。あ、でも貴族なんだ。小さな貴族って言うとどういうことなんだろう。村が小さいのかな、ものすごく。多分木の枝でみんな家を作ってたんだろうね。今は侍女たちも人払いしてるし、どうか肩の力を抜いてくださいね。大丈夫？ちょっとおならするなよ、みんな。おならしないでよ、こんなところで、恥ずかしいから。身分の高い女性を前に少しだけ緊張していたのは確かだが、うん、それ以上にボスキの様子が気がかりだった。俺はとても心を落ち着けることなどできなかった。ボスキね。何を思うんだ、ボスッキー。ボスッキーがちょっと何を考えてるか分かんない。隠さずに、アキラ 100%。 それにしてもあなたが羨ましいわ、悪魔執事の主。何が羨ましいって、死にかけてんだけど。こっち、俺がですか？ええ、こんなに見目麗しい執事たちに囲まれて、しかもとてもお強いんですってね。彼らが護衛してくれるおかげで、世界中どこでも好きな場所に行ける。いや、そういうわけじゃないのよ。彼らも命を張って戦ってるから、結局命背負ってるっていうのはあるよ、やっぱり重さは。生命保険入ってないよね、みんな。
それに比べて私なんて貴族さらいの噂が立ってから屋敷からほとんど出られないの。ああそうなんだ。まあ出したくないよね第一夫人は。第二夫人もいると思うけどさ。ね、第一夫人がいなくなったから第二夫人とかならないよね多分。第一夫人が一番なんだから。夫がそれだけ私のことを心配してくれているということだけど、やはり窮屈だわ。あ、確かに。なんて言われてるんだろう、ファリン様は夫から。ナンバーワン、こっちに来い、ナンバーワンって言われてるのが。にに知らせとけと。そうなんですね。ええ、そこで一つお願いがあるんだけど。ちょっと無理ですね今、手が詰まってて。もしよろしければ私と一緒に町へお出かけしてくださらないかしら。だって責任があるでしょ。悪魔執事がそばにいてくだされば屋敷の外に出ても安心だわ。いや、業務外なんですけど。ねえ、どうかしら、あなたにも城下町をご案内して差し上げたいし。いや、そうだけど責任でかくない？ちょっとそれは、ちょっとそんな無責任なことできません。ここはどう答えるべきか。俺は思わずハウレスたちの方を見る。彼らは横目でボスキーの反応を伺っている様子だった。あ、ボスキー、まあ確かにボスキーの意向次第だよね。先ほどファリン様を見た時のボスキーの反応を思い出して、引き受けるべきかどうかを迷っているのだろう。少しの沈黙の後、ハウレスが進み出て答えた。え、プライスレス？どうしたの？申し訳ありません。申し訳ありません。我が主の一存ではお答えいたしかねます。いや、そうだよね、プライスレス。セイラン家の夫人を勝手に外へお連れするわけにはいかないので。おお、しっかりしてるわ。ああ、それなら大丈夫よ。夫の許可ならもう取ってあるから。なんで？いつの間に？え、約束する前からもうスケジュールを把握して、そこにスケジュールを立てたの？何それ、わがままが過ぎるぞ。4人全員が護衛につくならいつでも外出して構わないとね。え、なんで、なんで夫はそんなに信じてくれてるんだろう。なるほど、そうだったのですね。本当に？ですが、しかしそれでは屋敷の警備の安全が。うん、そうだよね。大丈夫よ、貴族サライが現れるのは大抵の場合は夜らしいから。いや、そこを狙う、待って、え、ファリン様さ、え、貴族さらいじゃないよね。それに夫が本当に心配しているのは私の身の安全の方。お、今回悪魔執事に護衛を頼むことになったのも私に万が一のことが起きないようにするためなの。じゃあどうせなくない？というわけだから夫のことなら気にしなくて構わないわ。そんなこと言われてもな、かまっちゃうけどね。ふん、そうですか。ち、仕方ねえな。なんかハニートラップに見える、ハニュートラップに見えるな。ここまでして頼まれるとさすがに断るわけにもいかず。え、なんか、え、第一夫人トラップじゃないのこれ。俺たちは半ば押し切られるようにファリン夫人を連れて町へ出かけることになったのだった。よ、ファリン夫人、ファリン、ファリン、ファリン夫人、すいません、もうちょっとスピードを緩めてもらえますか。確かに紐に繋がれてる状態だとさすがにきついですけど。あ、馬さんはそこでそのソファーで座っててね。馬車に揺られながら再び草月の町へと戻ってくる。草月の町、きらびやかな馬車には俺とムーとファリン様が乗り込み、その前後左右を馬に乗った執事たちが護衛するという形だった。ああ、そうなんだ。はあ、ファリン様をあえてサイドバックの位置に置いとくのもありだけど。セイラン機の馬車が通るのを見た人々はみんな一様に明るい表情を見せた。なんで？え？なんでだろう？神と思ってるの？おや、あの馬車は？セイラン機の馬車だ。中にはファリン様みたいだぞ。お、え、本当に？最近は屋敷から出ることもなかったのに。いや、そうなんだよ。家で美女。ファリン様、去年の冬は
食べ物を恵んでいただきありがとうございました。お、慕われてる。お、食べ物とか恵んであげたんだ。おかげで家族ともども飢えずに済みました。え、何あげたんだろうね。え、ファミレスでおごってあげたのかな。通りの人々の歓声にファリン様は窓越しに手を振って答えている。お、でも慕われてる、しっかりと。どうやら町の住民は彼女のことをかなり慕っているようだ。いや、そうだよね。はあ、いいのは面だけじゃなかったね。すいません、すごい人気ですね。はいはい、大人も子供もニコニコしながら手を振ってくれてます。あ、ふふ、これもすべて我が夫が善政を敷いてくれているおかげですわ。善政？でも疑惑があるんだよね、この国には。セーラン家は他の諸侯よりも豊かで、内乱の最中にあっても民を飢えさせることがなかった。いや、それはすごいわ。そんなセーラン家の姿勢への信頼が私への好意になって現れているのでしょう。ああ、なるほどね。そんな末裔だからこそってことね。へえ、じゃあ逆に考えればさ、やっぱ王族って一つやらかしたらその家族ごと追われることになるんだろうね。私は何もしていませんが、せめて手を振って彼らの気持ちに応えなくては。え、握手会でもしてあげればいいじゃない。おいおい、ファリン様、窓から顔を出すのはよせ。久しぶりの外だからね。換気もしてなかったんでしょうね。例の貴族さらいがいつ現れるかもわからねえんだぞ。顔出さないの？大丈夫よ、そのためにあなた方が目を光らせてくださっているのだから。いや、そうだけどさ、何その四角い窓枠を絵画の縁に見立てて自分を絵画と表現でもしたいのかい。これ美人ギャグね。それに民情視察も貴族の大切な務めではなくて。うわ、出た。そういうのはとても民にとっては忙しいゆえの幸福ではなくって。この喋り方はお嬢様するよね。ふん、貴族の夫人が民情視察か。うん、この辺りじゃ貴族の夫人は屋敷にこもり表に出ないのが普通だったはずだが。お、確かに。だとすると随分と時代も変わったもんだ。あー、そうなんだ。ええ、そうね。この地方の貴族は特に保守的だから。へえ、保守的。でもそんな悪しき伝統を夫が私のために廃止してくれたの。まあ確かにね、時代に順応していけばいいよね。あなたボスキと言ったかしら。どうやらこの辺りの文化に詳しいよね。え、詳しいことを分かってボスキを連れてきたんじゃないの。ひょっとしてあなたもこの辺りの出身なのかしら。でも記憶がないってことはボスキのお母さんではないよね。はあ、さあな、さあな。ポカラポカラポカラ。あー、ボスッキ、この音も懐かしくない。ボスッキ、パカラパカラパカラって。あら、相変わらず釣れないのね。別に君を求めてないけど馬車が今時も動き出す。すみません、すみません。ボスッキさんって決して悪い人ではないんですけど。ボスッキは悪い人じゃない。基本的に誰に対してもそっけないというか、僕と違って愛嬌がないんです。うわー、むーちゃん、やめなさい、自分を立てるために人を使うの。ふふ、いいのよ、クールなところも素敵だから。赤眼でクールで言うの私の好みだわ。待って、え、赤眼なんつった。え、ちょっとだけサルディス吹雪を思い出すわね。あなたもそう思わない。え、なに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 。え、ちょっと待って。あら、ごめんなさい、悪人に例えるなんて失礼だったわね。え、ちょ、え、これ思想強めなの。えっとファリン様はサルディス吹雪に会ったことがあるんですか。まあ確かにパワハラサンバも顔だけは取り柄があったよね。ええ、もちろん私がまだ若い頃の話だけれど。え、何歳なのファリン様は。まさかこんなことになるだなんて当時は思いもしなかったわ。若い頃って今も若く見えますけど。え、まあ嬉しい、お上手な猫ちゃんなこと。え、
え、いえ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 、なぜか褒められちゃいました、主様。いいな。ふと、そういえばこの人はいくつなんだろうという疑問が浮かんだが、え、さすがにそれを聞くのは失礼だと思い、馬車の中では終始にこやかな態度を心がけた。え、待って、え、本物、え、本物。それから俺たちは引き続き馬車に乗って町を案内されたが、どこかへ、どこへ行っても住民たちはファリン様を歓迎し、セーラン家の繁栄と人々の支持の大きさを目の当たりにするのだった。え、待って、え、てかこの住民たちはサルディスとつながりがある疑惑があったこの王族を別に何とも思ってないんだ。はあ、え、その日の普通に夜になった。はあ、ふう、やっと帰ってこられたっす。いや、長旅お疲れ様です。もう馬車が止まるたびに人々が寄ってきて警備する方の身にもなってほしいっすよ。そうだな、そうだな。だが結果的に何事もなく屋敷に戻ることができた。 おめでとう、おめでとう。あれほど住民に慕われていたとは意外ではあったか。ねえ、だってそれでパワハラサンバとつながり疑惑があった時点で割と睨まれてそんなイメージあるけど。みんな今日はお疲れ様。アルス様、実は後ろで手をつままれてるのかな。アルジ様、お疲れ様です。今夜はゆっくりとお休みくださいね。あ、ショコタンだ。え、ショコタンそういえば来てなかったね。夜の間は俺たちがしっかりと警備します。あ、貴族さらい。でも私貴族じゃないからな、さらわれる対象じゃないんだよね。貴族さらいからすれば私 R ガチャだから。休まなくても大丈夫？はい、ご心配には及びません。交代でちゃんと休みますから。え、大丈夫本当に？ふむ、今夜はとりあえず、そうだな、ボスキ、ボスキ、お前から先に休んでくれ。ボスキ、ああ、ああ、なんでだよ、なんでだよ。おい、疲れてるのはお前たちも一緒だろう。いつも通りくじ引きで言う。うわあ、平等な人。え、でもボスキ、でもボスキ大丈夫かな、精神的な問題 の方ね。だけど、うん、でもボスキ、何、うーん、ファリン様と一緒にいるときすごく嫌そうな感じだったよ。いや、でも気持ち悪いのかも。全く同じ顔なんでしょ？ああ。ああ、俺以上に居心地が悪そうだった。うん。相当ストレスを感じてるように見えたか。うわ、ちゃんと気づく。二階組はちゃんと気づくね。ったく。そんなに大したことじゃねえよ。前にも言った通り、あの女が知り合いに似てたってだけだ。え、でもさ、これ、プライスレスの、あの、妹ちゃんとちょっと被るんだよね。はあ、そうだな、この際隠さずに話しておいた方がいいか。あの女性、ファリン夫人が似てた相手ってのは、うん、亡くなった俺の母親のことだ。亡くなってるんだ、もう亡くなってる確定なんだ。はあ、まあそうだよ、何百年前って。血筋、うわ、ボスキの血筋、うん、ボスキさんのお母さん、うん、え、そんなに似てるんすか。え、え、でも誰も気づかなかったの？あのファリン様がボスキさんの母親に、え、でも、え、気づかないってことは、え、でも誰かはさ、一瞬でもよぎらない？なんか関係あるのかなって。ああ、顔と声だけな、性格はまるで似てねえよ。顔と声だけで似てる、え、他人の空にってことある？しかし、しかし、そんなに似ている人間が偶然目の前に現れるとは。しかもこのタイミングで、あ、まさかまた血の天使が絡んでいるんじゃないのか。思った、プラスレス、血の天使だってあったよね、トリシアちゃんだっけ。はい、ええ、以前奴らが妹そっくりの人間を用意したことがありました。そうだよね、ひょっとして今回もボスキを動揺させるために。え、おでこに縫い目なかった？うん、いや、その可能性は低いだろう。低いんだ。ハウレス、ハウレスの妹の偽物は本物にウリ二つだったろ。あ、でも違うんだね。ああ、あ、あ、そうだな。おー、胸クソ悪いね。同じ言葉しか繰り返さないことを除けば妹の見た目とほとんど同じだった。だが、そう、だが、あのファリン
って女は違う。え、でもさ、え、お墓からトレイシアちゃんを連れ出したなら、トレイシアちゃんって結構昔いなくなってるんだよね。なんか骨になってそうだけど、よくあの体で復活できたね。あいつは普通に人間らしい会話ができるし。人間らしい。あれ、おい、え、お願いします。え、入学式に見慣れぬ土地で初めてクラスメイトと会話するときみたいな雰囲気じゃなくて。ああ、母親に似てると言っても間近で見れば別人と分かるレベルだ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ遠くから見るとってこと？近くから見ると似てねえってことあるよね、よく。まあ要するに普通の人間には間違いなさそうってことだ。はあ、そう。え、じゃあさ、ルーツたどるんじゃない？これ多分母方の兄弟のそちらの血縁じゃない？ということはたまたまボスキのお母さんにそっくりの人がいたってこと？たまたまとは限らないんじゃない？偶然というか、あるいは血筋かもしれねえな。いや、思ったよ。血筋。ああ、ああ、俺の一族は青鸞家に滅ぼされたと話したが、うん、よそから嫁いできた母親の実家は別だ。そっちの血筋が今も残っていて。あ、やっぱそうなんだ。そうだな。その子孫が青鸞家に嫁いだってとこだろう。ああ、だから似てるんだね。でも天使じゃないだけまだ良心的だよ。なるほど。なるほど。つまりあのファリンという女性は、ふむ、ボスキやボスキの母親と遠い親戚にあたるというわけか。子孫だね。はあ、そうらしい。まあ親戚といってもほとんど他人みたいなもんだが。おお、確かに。何せ300年以上も経ってるんだ。世代も違いすぎるからな。おお、絶対ないだろうけど、絶対ないだろうけどさ、こういう場合って、どうなんだろう。結婚とかってできんのかな？これだけ離れてると。絶対ないけどね。だけど。けど他人だとしても遠くから見間違えてしまうほどお母さんに似ているということは、どうなんだろうね。その何、本人たちの意思でやるやらないは置いといて、この土地、この私たちと羊たちが住んでる国では許されるのかな、それって。ボスキ、過去の記憶が呼び起こされてボスキが辛いんじゃないの。いや、でも、いや、気持ち悪いか、ボスキからすれば。気持ち悪いし、普通やろうと思わないよね。ねえ、うん、まあ嫌な気分になったのは否定しねえよ。だが絶望なんて大げさなもんでもねえ。あ、しかも母親に似てるんでしょ。俺はこれぐらいならまだ我慢できる。心配すんな。おお、そうなんだ。え、でもなんかファリン様はすごいボスキーに注目してたけどね。ボスキー、はあ、そう言ってもボスキーさん、すぐには我慢するっすからね。まあ確かにね、ボスキーはね。そうだな。そうだな。今回ばかりは我慢するんじゃないぞ。うん。もし辛ければ、デビルズパレスに帰るという選択肢もあるんだからな。いや、そうだよ。できないことあるからね、ボスキーでも。ああ。うるせえな、大丈夫だって言ってんだろうが。うわ、ボスキーだ。わかった。おい。切れるときはボスキーだから。そんなことより、そろそろ主様の食事を用意する時間だろう。もうすごく闇の深い夜かと思った。俺も腹が減った。空腹でいる方が俺にとってはむしろストレスだ。ああ、そうなんだ。ん？あ、そっか、もうそんな時間だね。でも食事の用意なら青鸞家が用意してくれるそうだよ。え？青鸞家が？俺たちには警備の仕事に集中してほしいんだってさ。どうする？これでさ、お弁当持ってきて、ボスッキーのお米にだけキャラ弁みたいにファリン様の顔が書いてあったら、ねえ、どう思う？ふむ、そうか。食事は青鸞家が。ん？ちょっと待て。まさかまたあの女と一緒に食うとかじゃないだろうな。ああ、
いや、そういうわけでもないみたい。あ、違うんだ。そうだね。料理ができたら部屋まで運んでくれるって言ってたから、ファリン様は来ないんじゃないかな。いや、ついてくる可能性もある。なんならお弁当箱に入ってる可能性もあるよ、ファリン様。朝起きたら隣に布団の中で一緒に入ってるとかね。ボスッキーが知らない間に。うん。目が開けたら隣に知らない女の人がいました。ならいいが、じゃあ料理ができたら教えてくれ。で、ボスッキーがキャーで警備員たちが駆けつけてドタバタ騒ぎ。さすがに配膳と給仕ぐらいはこっちでやらないとな。あ、確かに。ああ。ああ、わかってる。では。それでは、主様。お食事の時間までまだ少し時間があるようなので。いかがですか？今のうちに入浴をされてはいかがでしょう。屋敷の浴場はいつでも自由に使っていいそうですよ。あ、その大浴場なの？それじゃあいただこうかな。え、飲み干す？かしこまりました。え、これ浴場の水全部飲み干してみたら怒られるのかな？水道代取られる。かしこまりました。それでは、それまでは浴場までご案内しますね。ふむ。乾燥の悪魔が発言するからさ、その間に俺たちはもう一度屋敷を見て回ろう。もらった見取り図が実際に合ってるか確認しておきたいからな。あー、見取り図。そうっすね。そうっすね。ボスキさんも来るっすか？俺は。いや、俺は厨房の様子を見てくる。え？さすがに厨房の中ならあの女もいないだろうからな。あー、な、逃げ場所として？ハリーポッターだな。はい。あ、それなら僕も行きたいです。猫ちゃんが、猫ちゃん厨房に入れてもらえる？セラン家の料理がどんなものか僕も気になりますから。ねえ。別に構わねえが、つまみ食いはすんじゃねえぞ。いや、そうだよ、腕切られるからね、この国。ボスキさん。失礼な、そんなことじゃまねえよ。前科前科。僕は中央の大地の施設猫としてよそ様の家でそんなみっともないことはしません。ですが。でも落ちてるものを掃除するのは構いませんよね。うわ、食べる気だ。はあ、拾い食いもみっともないぞ。ふん。それではフェネスが主様をお風呂にご案内してる間、ボスキとムーは厨房へ、俺とアモンは屋敷の見回りだな。あー、これお風呂って一人で入るの？では。それでは、主様、失礼いたします。え、目閉じるとお化けいそうで怖い。主様。ごゆっくりして、主様。ね、怖いよ、怖いよ。怖い、怖い、怖い。ファリン様やりそうだけどね、ボスキ。ね、目閉じると、ね、しときそうで怖いから聞いて。こうして俺は、夕食までの時間を過ごすため、フェネスの案内で、セーラン家の浴場でゆっくりすることになった。うわぁ、大浴場。コツコツ。え、ここ浴場なの？誰でも入ってこれるよね。やれやれ、それにしても本当にでかい屋敷っすね。ああ、浴場じゃなかった。もう間取りを覚えるだけで一苦労だし、侵入路なんていくらでもありそうっす。確かに侵入路たくさんあると楽しいね。そうだな。だからこそ警備をする場所が大事になる。大切なのは主様の泊まる部屋と、そして当主夫妻の資質だ。資質。ああ、要はここさえ守ればいい。あとは警備の盲点が生まれないように。おえ、糖質とかは？糖質も守らないとね。あら、あなた方は。あ、ファリン様だ。あ、ファリン様、ファリン様。どうもっす。見取り図を見ながら間取りの確認をさせてもらってるっす。あ、アモンも変わらない。そう、さすが仕事熱心ね。強くて仕事熱心で顔がいい。本当にあなたたちの主が羨ましいわ。え、なに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 、すごく顔がいいをアピールするね。ふむ。恐れ入ります。引いてる。ふふ、仕事の邪魔をしてごめんなさい。本当は夕食にも招待したいところだけど、夜は夫と二人きりで過ごすと決めているの。あー、ランデビューね。それじゃあおやすみなさい。あなたたちのおかげで今夜は安らかに眠れそうだわ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。夜も旅行か。いえいえ、どういたしまして。おやすみなさいっす。バイバイ。はい、おやすみなさいませ。ちょっとプライスレス、ハウレス、ついていっちゃダメだって。二人きりで夜を過ごすんだから。
ダメだって一緒に布団入ろうとしないの。はあ、ふう、どうもあの人の視点は慣れないの。鋭いの。ハーレスさんが女性の前で緊張するのはいつものことだと思うすけど、あれプライスレスってさ、あれ妹の一件があって以来だっけ、女性があれになったの。あれ妹、もともと妹以外がダメなんだっけ。でも俺も正直あの人はあんまり得意じゃないっす。いやなんかね、ちょっと隠してるよね。会うたびに顔がいいって毎回褒めてくれるのはいいんすけど、嬉しいんだ。あ、もう意外だな。あの目で見られるとなんというか品定めされてるような気分になるんすよね。わかる。なんかね、わ、最悪な言い方すると天竜人と近い何かを感じる。同感だ。うん、勝手にオークションしてるよね。勝手に見抜かれしてんの、羊で。騒がしい。あ、ちょっと待って、一回戻る。はい、ありがとうございました。騒がしい夜。夜は静かでいたいな。お風呂から上がり、部屋に戻ると、すでにボスキたちが配膳の準備を済ませてくれていた。え、こんなにドア開けっぱなしでいいの？あ、でも逆に開放感がある方が狙われにくいっていうのはあるの。セーラン家が用意してくれた料理というだけあって、普段は見慣れない食材や豪華な食器が使われているようだ。そうなんだ。ミッフィーちゃんとかじゃなくてね、あの特典でもらえるやつとかじゃなくて、すごく豪華だね。ああ金だけはかけているようだな。確かに。味でロノの料理に勝るとは思わないが、ま、好きなだけ食うという。あ、そんなに、やっぱロノって料理うまいんだね。あの、ロノはレストラン開くのかな、もしこのまま天使が討伐できた世界その後に行ったら。ベッドメイクも済んでいますので、食事の後はいつでもお休みいただきますよ。ベッドメイクか。主様、枕の硬さも主様のお好みに合わせておいたっす。あ、どうやって、なんか言ったっけ、私注文した、ちょっとミディアムで、あ、ちょっとレアめで、みんなありがとう。旅先の忙しい合間であっても、羊のみんなはいつも通り俺のために世話を焼いてくれてる。いや、ちょっとみんなボロボロじゃないの、体。これから夜通し警備に当たる彼らのことを思うと、改めて申し訳ない気持ちが湧き上がってきた。ちょっと私優遇されすぎだよね、自分で感じるもん。絶対誰かにいじめられるよ、いつか。俺も何か役に立たないかな。主様？え、主様？俺たちのことを気遣ってくださっているんですね。これが羊たちがさ、もう超悪人で極悪人だったら何も思わないけどさ、だって普通にいい人たちだもんね。ありがとうございます。ですが、どうかご心配なく、何も無理しているわけではありませんから。あ、そう。はい。ええ、4人で来たのは交代で休む余裕を作るためでもありますし、おお。それに今回はムーも協力してくれるそうですから。あー、じゃあ逆にこういう気遣いは失礼になるのかな、仕事をしてる羊からすると。言わないけど、逆にね。ムーも、はいはい、今回は警備のお仕事ということで、僕も普通の猫のふりをしてながら見張りに参加することにしました。あ、そうなんだ。お、でも確かに一番スパイに向いてる。ムーなら仮に侵入者とばったり出会っても、なんだ猫かで済ますからね。あ、確かに、なんだ猫か。そうっすね。その後こっそり俺たちを呼んで侵入者を捕まえるって寸法っす。どっちが早いのかな、ムーちゃんの走りと。今回は珍しく僕でもお役に立てそうなので、主様、どうか主様はゆっくり休んでくださいね。僕も主様のためにお役に立ちたいんです。おー、ムーちゃん偉いね、成長したね、ムーちゃん。次は二足歩行で歩くようになるのかな。曇りない瞳でそう言われると、それでも手伝うよとは言いづらいね。え、まあ、信頼も私の役目か。俺は羊たちの思いやりを素直に受け取ることに決め、申し訳なさそうな態度ではなく、感謝の言葉で彼らの気持ちに応えることにした。うわぁ、しっかりして。いや、そうだよね、みんな本当にありがとう。
いえいえ、主様の執事として当然のことです。ショコタンってこういう時本とか読みたくならないの？主様、今夜ゆっくりと旅の疲れを癒してくださいね。はい、言えます。言えますよ。いや、寝ながら癒します。はい、癒しング。寝ながら癒します。癒しング。寝ながら癒します。癒しング。これからこれを10回言いながら寝てください。皆様は新しいルールです。これは言わない人はもう針線でお尻一回叩きます。それから食事を済ませた後、俺はいつもより早めに自分の寝室で休むことにし、静卵家で過ごす最初の夜を迎えるのだった。なんで音止まった？え？お、別に、お、何もなんてない。静卵、静卵、静卵。ああ、さてと、こっちの区画は俺とムーの担当。静卵、え、静卵、静卵ってさ、不吉だよね、名前が。そもそも静卵だよ。だってとりあえずムーの見張る場所を決めることにするか。ムーの見張る場所。はい。はい、それでどこがいいんでしょうか。ムーちゃんは瓦がいいんじゃない。そうだな、そうだな。屋根の上か木の枝の上か。うん、猫がいても不自然じゃなくて、かつ見通しのいい場所がいいだろう。わ、割とボスケさん猫ちゃん好きなのねって見られたら噂されるんだ。ね、そこで寝ているふりをしながら侵入者に目を光らせるんだ。そうだね、猫は得意でしょ。任せてください。夜中に目を光らせるのは得意です。だって猫ですから。確かに。誤ってビーム出さないでね。ですが。あ、でもあくまで寝たふりじゃなきゃいけないんですよね。まあそうだね。うん、本当に寝ちゃったらどうしましょう。はあ、そこまで面倒は見れねえよ。まあね、うん、俺だったら歩いて眠気を覚ますがな。ああ、そうなの。眠いときも。なるほど。なるほど。それじゃあ僕も眠くなったら動き回ることにします。はい。ボスキさんが居眠りしてたら起こしてあげますね。ボスキはしないでしょ。俺は眠らねえよ。特に大事な仕事中はな、ね、深いよりに軍だ。本当ですか。あんなにご飯を食べておいて。ふふ。僕びっくりしちゃいました。あ、ボスキ結構食うんだね。僕にはつまみ食いするなと言っておきだから、厨房で主様の料理を全部味見しちゃうんですから。いや、別に食いしん坊でやったわけじゃない。ボスキさん、嫌いな野菜料理まで味見してそんなにお腹が空いてたんですか。毒味でしょ、毒味。はあ、そんなわけねえだろ。あれは味見じゃなくて毒味だ。いや、そうだよね。え、毒味。毒味だよ。毒味って確か料理に毒が入ってないか確かめることですよね。いや、そうだよ。それだけ危険ってことなんじゃないの。ああ、東の大地じゃ用心するに越したことはない。こんな世の中だから、裏切り者がたくさんいる世の中だよ。だって多分ボスッキーは毒食べた時も対処法分かってるんだろうね、きっと。ボスッキーがそのまま毒食べて、はい、死ぬってことはないと思うから。暗殺、毒殺、特に貴族の屋敷じゃ何でも起こりうるからな。うわ、そんな、まさか主様はグルバナー家の施設ですよ。私を狙う可能性もあるし、私以外の貴族を狙って食事に毒を入れる可能性もあるからね。そんな大切な方に毒を持ったりしたら、静卵家の人にとってもまずいんじゃ。なるほどな。そう、ムーも人間社会のことがだいぶ分かってきたじゃないか。どうだ、だったらもう一歩踏み込んでこういう考え方もできないか。静卵家を困らせたい人間にとっては犯行及びに十分な動機がある。そうだね。え、待って。うん、料理人を買収して毒を漏らせるという可能性もゼロじゃないわけだ。いろんな可能性あるよね。たまった。なんだかお腹の具合が悪くなってきたよな。え、なんかフグの肝とか1日1回少しずつ食べたら毒に慣れてこないかな。逆に毒しか食べれない。なんかおしっこ出してもトイレが酸で溶けちゃうようにならないかな。僕が今日食べた鶏肉大丈夫だったでしょうか。ちゃんと毒味して生で食べてないよね。え、生で毒味って、もうそれは毒味というか毒を食べてる。ふう、そいつは気のせいだ。ほら、舌を見せてみろ。舌？舌をですか。で、あ、かわいいムーちゃん、もうちょっと引っ張りたいな。うん、うん、こいつは。え、おい、
む、ちょっと腹を触らせてもらうぞ。何？うわ！え、ボスキーさんどうしたんですか？もしかしてあの時の鶏肉に何か問題が？え？ああ、まずいむ。こいつはただの食いすぎだ。また贅肉がついてるぞ。え、食べすぎ？ボスキーさん、もうボスキーさん、脅かさないでくださいよ。怖い。人間にとって、いや、モデルにとって一番怖いのは毒を食べることじゃなくて贅肉がつくことだからね。はあ。てか木の枝で登れなくなっちゃう、体重が増えると。毒を食べたかと思ってびっくりしたじゃないですか。ふ、悪い悪い。うわ、もう。ねえ。だがむ、実際二人過ぎは体に悪いと思うぞ。わ、しっかりとボスキー。真面目なこと言ってる。う、それはそうですけど。はい。とにかく今は警備のお仕事に集中しましょう。よし、今夜はたくさん歩くぞ。あ、ダイエットする気だ。1、2、1、2、1、2。普通の猫は歩きながら掛け声は出さないと思うが、まあ、これは知能天使の仕業でしょうね。何？なんだか外が騒がしいな。え、なんか今走らなかった？え、庭の方でジオの人たちが走り回ってますね。え、なんで？誰かさらわれた？早く急がないと、もうすぐ生まれる。生まれる？静かに、とにかく医者。何が？生まれる？ん？ん？生まれる？え？何？生まれて初めて。悪夢の始まり。もう始まってますけど。ずっと悪夢の中走ってきましたよ、私たち。生まれるってひょっとして誰かの赤ちゃんのことでしょうか？だって生まれるってそれ以外になんかおじさんが生まれたりしないでしょ。ねえ、お母さんの体から生まれた時からおじさんじゃないでしょ。ですが。でも屋敷の中からに妊婦さんなんていましたっけ？妊婦さん？うん。さあな、別に人間のこととは限らねえだろ。あ、確かに鶏、イルカ、シャチ、猫、羊、貝、カエル、トンボ。侍女たちが走り回ってるところを見ると、当主の飼い主か、あ、違う、当主の飼い主じゃない、当主の飼い犬か猫の可能性もある。なるほど。あ、なるほど、それもそうです。え、でもこんなに走り回るか。まあ何にせよ赤ちゃんがいると思うとますます警備に身が入ります。確かにね。生まれてきた小さな命を僕たちの手で守ってあげましょう。赤子をさらってたとしたらすごく立ち悪いけど。いいようになったじゃねえか、ムー。ムー、もし生まれたのが猫だったら後で見せてもらえるかもな。あ、確かに猫つながりでね。はい。猫とも猫とも猫とも羊は家族。はい、ちょっぴり楽しみです。ボスキさん、それじゃあ僕は持ち場に着きますね。ついて、持ち場に。ああ、あとでな。たったったた、いた。この屋敷の誰かが猫かぶってる、間違いなく。生まれてきた小さな命か。うん。まあ、あの侍女たちの慌てぶりを見るに、人間の赤ん坊だとは思うが。まあ、そうだよね。屋敷で産ませるということは、ファリン以外にも、当主には別の夫人が。ちょっと、当主元気すぎない？当主様。当主様すごい元気だな。どうでもいいか、他人の家の事情に立ち入ることもない。まあ、確かに。だが当主様のことは気にしない。にしても屋敷が狙われてるこの非常時に生まれてくるとは。俺みたいに苦労しないといかない。俺みたいに。ああ、確かにね。あ、ボスッキーね。いや、そうだよね。また仮面を背負ってのいざこざに巻き込まれて、で他の国に飛ばされてっていう。ふん、それこそ余計なお世話か。わあ、でも気になっちゃうんだ。さてと、最初はフェネスが休憩して、次は俺と交代だったな。そうだな。休憩時間までせいぜい真面目に見張るとするか。はあ、何も起きなかったな、別に。うん。
奥様、生まれました。あ、ウバ？おめでとうございます。元気な男の子ですよ。本当に？え？奥様、どうされました？え？かわいそうな子。え、何かわいそうな子って。私の子に生まれたばかりに、きっとこの子はボスッキのお母さんじゃない？何をおっしゃいます。さあ抱いてあげてください。おやおや、こんなに泣いて、この子はきっと強い子に育ちますよ。ウバがいたんだ。ああ、私の赤ちゃん。罪悪感持ちながら産んだのは赤ん坊。でも、もしこのことが第一夫人に知られたら。第一夫人？どこの？私はどうなってもいい。何としてでもこの子だけは。ああ、そっか。ああ、そう。第二かじゃあ。第二だったっけ？第二か？ボスキ。ボスキ、どうかした？はあ。うん？うん、フェネスか。二以降だよね。セカンド夫人以降、別に見張りに集中していただけだ。フェネス、お前こそ何してんだ。交代の時間にはまだ早いだろ。いや、それが慣れない枕で目が冴えちゃって。あ、そうなんだ。じゃあチェーンジだね。もう起きてきちゃった。ここは俺が変わるから、ボスキは詰め所で休憩してきなよ。牛乳みたいにやってチェーンジって。そうか、そうか。まあそういうことなら遠慮なく休ませてもらう。悪いな。悪いな、フェネス。とにかくゆっくり休んで。どうしたの、ショコタン。なんかショコタン様子おかしくない？交代時間になったらハウレスが迎えに行くからね。ああ、分かってる。じゃあな。そうそうそう。何はあ。ふう、フェネスにまで気を使わせちまったか。だが助かったのは確かだ。見張り中はいろいろと考えちまうからな。ちょ、このフィールド効果だと思う。さて、さっさと休むとするか。布団の中にいる、うん、それにしてもこの青鸞家の屋敷の作り、あの時燃え落ちた俺の屋敷もこんな感じだったよな。うわ、青鸞の300年前燃えてる。あ、母さん。おい、嘘だろ。なんとか言ってくれよ、母さん。くっ、どうして。どうしてこんなことに。火災で亡くなったってこと。おい、まだ生き残りがいたぞ。って聞いた。屋敷の人間は皆殺しにしろとの命令だ。そいつも切れ。仕事するね、よく。が、いやあ。ち。てめえらよくも。うわあ。誰が火つけた。燃えてる。く、こんなところにまで火が。あ。そうだ、ばあちゃんは。おばあちゃん足腰悪かって階段降りれなくない、ばあちゃん。く、母さん。うーわー、く、すまねえ。どうしてこうなった。俺の不甲斐なさのせいか、故郷に帰ってきたのが間違いだったのか。いや、だって、まあそういうんだ。生まれてきた時代が悪かったよね、もう。いや、そもそも俺が生まれてこなければ二人ともあんな目には。両親は、でも、あ、両親じゃないか、母親だけか。そうだ、思い出せ、罪深き人の子よ。罪深き人の子誰。お前は生まれながらに罪を背負ってる。お前は生まれるべきではなかったのだ。
だいぶハンデ食らわせられてるな。なぜならお前のせいであの二人は。あ、は、うん、夢か。ち、ち。いやでもな。ボスケ。生を受けただけで罪にはならんでしょう。って倫理的なドクターなら言うね。ボスキー、そろそろ交代の時間だが。あ、おい、大丈夫か。おい、顔中すごい汗だぞ。何かあったのか。ああ、夢だ。ふう、ああなんでもねえよ。ったく、嫌な夢を見ただけだ。体調に問題はねえ。え、これは目の前で熱い思いをしたから汗をかいたのかな。おい、それで俺の休憩中に何か問題は。ふん、いや、こっちは特に異常はなかったから。え、何も、誰も襲ってこないの。本当に大丈夫か。休憩時間を延ばした方が。ハウレス、大丈夫だと言ってんだろ。無理な時は遠慮なくそう言う。あ、そう。しかし、しかし、いや、分かった、その言葉は信じてるぞ。おお、まあ、心配だよね、ブライスレスも。ふむ、しかし悪夢か。やはりファリン様の影響か。まあだいぶ関わってると思う。さあな、どうでもいい。 VR 機器ってあんのかな。今なんか VR 機器で恋愛シミュレーションゲームみたいな美少女の映像見させとけばいいんじゃない。ああ、あるなら夢は夢だ。歩いてりゃすぐ忘れるだろう。え、犬も歩けばなんだっけ。ボスキー、気になってる。なんか気になるよね。はあ。聞いてはいけない、聞いてはいけない。翌日、セーラン家での2日目の朝、フェネスが用意してくれた朝食をとっていると、ハウレスが昨夜の報告のために訪ねてきた。え、プライスレス、侵入者はなかったものの、ボスキーの様子がやはりいつもとは少し違ったとのことだ。いや、ボスキー、え、どうすればいいんだろう。主は主として何をすればいいんだろう、こういう時って。いたわる、いやでも変に気使ってもすぐに気づかれるよね。どうすれば、何もできない、賢すぎて。なるほど、ボスキーさんが悪夢を。ああ、あ、本人は平気だと言っていたが、間違いなく動揺はしてる。見たもん、私見ましたから。うなされてる声が外まで聞こえていたからな。あんなボスキーは初めて見た。いや、あんなトラウマ見ればそりゃうなされるわ。生まれ故郷に帰ってきたことでやはり何かしら心に負担があるのかもしれない。いや、ファリン様だと思うわ。そうなんだ。はい。ええ、警備の仕事は特に問題なくこなしていたようですけど、これ以上悪化しないかどうか俺たちも気にかけていた方が良さそうです。さすが2階組、 2F 組はよく見てるな。なんだかんだね。はいはい、僕もご飯にお肉が出たらボスキさんに分けてあげます。でもこれもしかしたら別の階組だったら、このボスッキーが細かい変化だとしたら気づけなかったかもね。ねえ、そうだね。その気持ちだけでもボスキーはきっと嬉しいと思うよ。まあ、ベロベロベリアンは気づくと思うけど。それでボスキーは今はどこに。そうですね、ボスキーとアモンは当主夫妻の警備に当たっています。あ、そう、といってもボスキーは当主の担当なので夫人と顔を合わせることはないと思いますよ。あ、そうなんだ。主様、夫人がオーダーメイドしそうだけど。しばらくしたら俺たちと交代するので、主様もぜひ声をかけてあげてください。頑張れ頑張れボスキー、頑張れ頑張れボスキー、頑張れ頑張れボスキー、頑張れ頑張れボスキー。おいえ、ボスキー、あ、ほんと、わあ、警備の仕事って退屈っすね。まあ警備だからね。毎回何か起こってほしいのじゃ。食堂の扉の前で立ってるだけなんて時間が長く感じるっす。この緩みをついてくるよ多分。アモン、だったらお前も中に入ったらどうだ。お、あ、一緒にいるんだこの二人。暇つぶしにあの夫婦の会話に混ざればいい。あ、確かに布団にも混ざりな。うん、いやいや、さすがにそれは遠慮しておくっす。そうっすね、帰ってきた頃にはざます言葉になってるよ。食事は
夫婦二人きりがいいって言われてたし、よっぽど仲のいい夫婦なんですね。確かに、ね、私たちは警備はするけど KY になるつもりはないから。そうだな。そうだな。まあ家庭の事情なんて部外者にはわからねえが、うん、あれあれ、なんだか含みのある言い方っすね。部内者だから。もしかしてあの二人の仲について何か知ってるっすか、ボスキさん。それなら教えてくださいよ、ボスキさん。暇つぶしになる話題なら何でもいいっす。伸びたみたいなんて、はあ、そんなもんねえよ。いいからお前は仕事に集中しろ。うん、お前が真面目にやっていれば俺は安心して居眠りできる。扉の見張りなんざ一人で十分だからな。あ、言われてる。ちょ、それはないっすよ、ボスキさん。え、ほんとしょうがない人なんすから。はあ、なんだその笑顔は、気持ち悪いな。うわ、私もこういう会話できる相手いないの。やだな。失礼っすね、これは安心した時の笑顔っす。今度パワハラさんもとやってみようかな。あのお前はひどいことをしたよな、最低だなお前は、はははふん、そんなことはねえな。いいよ、お前最低で十分最低だって、安心してろって、ははは。いや、そんなことはない。てっきり元気がないかと思ったっすけど、喋ってみるといつも通りみたいっすね。ったく、当たり前だ、だいたいお前らは大げさなんで。心配、いつも動揺しない人が動揺するのはちょっと心配だよ、うん、昔の嫌な記憶を思い出したからってそれだけで絶望するわけじゃない。私は絶望するね。バスティンにしてもハウレスにしてもラトにしても、 あいつらが悪魔化したのは再び絶望に突き落とす出来事があったからだ。そこなのよ。だからすでに終わった過去を思い出したくらいで俺が悪魔化するわけがねえんだよ。信じていいの？なるほど。なるほど、それは確かに一理あるっすけど、もうそれを自分で言えちゃうのがボスキさんのすごいところっすよね。いや、そうだね。だって分かってるんだもんね。そう言うは言うと、そうは言うてもひょっとすると悪魔化するかもとか不安になったりしないっすか。このメンタルがダメなんだろうね、きっと。主様がそばにいてくれるとはいえ、下手したら死ぬかもしれないっすよ。アモモもあるんだ、そういう恐怖は。俺は死なねえよ、俺はしぶといんだ。うわ、かっこいい、ゴールドロジャーじゃん。しぶといって、やれやれ。ほんとボスキさんって肝が座ってるというか、死すら恐れないって感じっす。確かに、なんかあれだよね、悪魔を全滅させるためなら自ら悪魔になりそうだよね、ボスキ。野菜以外に怖いものはないんすか。あ、野菜によって絶望に突き落とされる可能性はあるな。確かに、目の前に食事がもうピーマンだらけで、もうピーマンしか出てこないの、それで悪魔化すん。ああ、野菜も怖くねえ、食い物だと思ってないだけど。怖いじゃん、食い物じゃないものは。へへ、失礼しましたっす。たくお前の方こそ俺を心配してる余裕があるのか。え、じゃあみんないつも食い物じゃないものを食ってると思ってるの。うん、人間相手の警部とはいえ、噂の貴族さらいは正体不明の相手だ。単独犯にせよグループにせよ、過去の犯行には間違いなく腕の立つ人間が関わってるはず。知能天使臭いんだよね、でも。油断してるとお前の背後にいつの間にか立ってるかもしれない。ちょっとやめてよフラグ。大丈夫っすよ。分かってるっすよ、そのあたりは抜かりないつもりっす。背後だけじゃなく頭上も足元も常に警戒を怠らないっす。待って、これ来るんじゃない。そうか、そうか、それならいい。え、来るんじゃないこれ。ほら、え、まあ誰が来ようと今はボスキさんもいることだし、俺は安心して居眠りできるっすけどね。うー、のんびりして。え、待って、来る可能性あるよ。おいおい、俺より先に寝るなよ。冗談っすよ、さっきのお返しっす。このページだけ絵本にして出版してほしい。ふん、分かってる。悪いな、無駄話に付き合ってもらって悪いな。うわぁ、あもんもんと喋ってると気休みになるのかな。何言ってるっすか、退屈しのぎを頼んだのはこっちの方っすよ。え、でもこの二人って上下関係、先輩後輩の関係ではあるけど、やっぱり何でも言いやすい関係なんだね。はあ。一方その頃、まあ二人の人柄があるんだろうな、きっと。たったたっ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 た。うん、やっぱりお日様に当たると気持ちいいです。うん、天日干しの匂い。さてと、それじゃあ早速今日の昼寝を。
じゃなかったら昼寝のふりをして庭の見張りをしないと。いやそうだ、猫ちゃんを演じて、助演男猫ショー。あら猫ちゃん、あなたもお散歩かしら。お散歩してるの。あ、ファリン様、おはようございます。はい。散歩じゃなくて警備です。ファリン様も安心してくださいね。うん。まあ頼もしい、あなたのような猫がいてあなたの主は幸せね。え、なんか私にすごく終点を当ててくる。いえいえ、これぐらい大したことないですよ。あ、そうだ、そういえばこの屋敷には他に犬や猫がいるんですか。いいえ、いないけど。どうして。うわ、じゃあ人間確定。あれ、そうなんですか。昨夜赤ちゃんが生まれたという声が聞こえたから、てっきり犬か猫の赤ちゃんかと。あ、もしかして生まれたのは人間の赤ちゃんですか。え、さあ私には分からない。嘘つけ。ねえ、あなたたちは何か知ってる。いえ、私たちじゃん。え、絶対知って、これグルだよ。そうよね、お菓子よね。うわ、くっさい。あら、いけない、そろそろ行かないと。おいとま遊ばせ。それじゃあ猫ちゃん、警備のお仕事頑張って。うわ、怪しい。いや、ここ臭いよやっぱり。はい。え、はい、ありがとうございます。厚化粧一家だ。厚化粧の一族。な、何だったんでしょう。ファリン様の表情が一瞬固まったような。いや、そうだよ。えっともしかして、僕何か余計なことを聞いちゃいました。いや、なんかあるよ。え、貴族さらいの生贄として赤ちゃん産んでるわけじゃなくて。よくわかりません。だって普通の猫ですし。にゃーん、シナプリシナプリと。あ、可愛くなった。ちょっと臭いよね。匂うわ。執事たちは警備の、警備じゃない、警護の仕事を交代でこなしながら忙しく過ごし、俺がボスキと二人きりになれたのはその日の午後のことだった。午後。なんか臭いよね。あ、ボスキーだ。さてと、晩飯の時間までは俺が主様を警護する。ありがとうございます。主様、俺がそばにいる限り安心していいぞ。あー、安心できるけど。え、何、何これ、何を。どうだ、なんなら暇つぶしにまた街にでも出かけるか。買うものなくない、別に。行く、行っちゃう、抜け出す。なんかロマンチックじゃない。ボスキと二人で出かけるのも楽しそうだが、彼の疲労を考え俺は部屋で過ごすことにした。あ、そうだよね。あ、今日は部屋でゆっくり過ごすよ。ヒーローランド。そうか、わかった。うん。またどこかへ出かけたいときは言ってくれ。いつでも案内する。ほう、あんまりボスキューは、あれだからね。疲れたとか口に出さないから、その、疲労してるってわかりづらいところあるよね。ありがとう。ボスキと二人になったらいろんなことを話そうと思っていたのだが、どの話題を出しても彼の嫌な記憶を呼び覚ますかもしれない。そう思った俺は何気ない雑談から入ることにした。気の使える主人。デビルズパレスのみんなは元気かな。あ、確かにみんな会ってないの、しばらく。留守番の執事たちか。さあどうだろうな、さあどうだろうな。とりあえず主様が想像しているよりは元気がないと思うぞ。なんで。え、どうして。元気がない。そうだな、そりゃ主様が屋敷にいないからに決まってると。ああ、確かに。ああ、ごめん、本当に証明写真撮ってみんなに配ればよかったね。主様は知らないだろうが、そばに主様がいるといないとでは屋敷の活気がだいぶ違うから。あ、そんなに。風呂は沸かせてんの私。そんなものかな。 DJ じゃん。DJ クソ凡人。ああ、ま、仕事自体はきっちりこなすから安心しろ。うん、別に不安に思ってない。今回の仕事が終わったら寄り道せずに帰ってやらないとな。はあ、そうだね。警備の仕事の方は問題なさそう。そうだな、そうだな。セーラン機の衛兵隊長は渋い顔をしていたが、え、どういうこと。顔つきが、表情が。うん、まあ気持ちはわかる。平井健みたいな顔してたのかな。俺ももし逆の立場だとして、主様の護衛を知らない奴に代われと言われたら腹が立つに決まってるからな。おー、確かにね。そうなんだ。こうして何気ない雑談を交わしてると、いつものボスキと変わらないように思える。わー、よかったよかった。そんな彼の様子を見て、俺は心の中でどこかほっとした気持ちになったのだった。
まだ不安だけどね。ありがとな。ありがとな、主様。え？え？いや、なんでもねえ。うわぁ、気遣いに気づいてる。気遣い気づきだ。主様。こうして主様と話してたら、気分が軽くなるというか。おかげで今夜の警備ももう一頑張りできそうな気がする。モテるだろうな、ボスッキーは。だってちゃんとお礼も伝えるんだよ。こういう柄だけど、基本的にはなんか不良ムーブかますけど。そうだな。それでつい礼を言いたくなっただけだ。うわ、悪いな。急に変なこと言って悪かったな、主様。でも疲れてんだろうな、ボスッキーも。うん、どういたしまして。それから二人で何気ない雑談をしながら、夕食までの時間をゆったりと過ごしながらだった。あー、はー、終わりましょう、今回は。終わりま